みなさんこんこにちは <laughs> ありがとうございますあミュージカル「スクール・オブ・ロック」プレライブイベントにご来場いただきまして誠にありがとうございますスクール・オブ・ロックスクール・オブ・ロックスクールラストスクール・オブ・ロック <laughs> この作品のストーリーとその楽曲のもう抜群の良さですね、まあ、僕はブロードウェイもウエストエンド、ロンドンも見てますし映画ももちろん見てて大好きな作品だったんでそれはもう本当にあのよっしあと思いましたねあのたまたまなんですがあのニューヨークに行った時にブロードウェイであの本当に1日だけ仕事で行って空き日があってほんのその瞬間しかないのでもうチケットが取れたミュージカルがそれしかなくて。で 本当にタイムズスクエアのすぐ隣の劇場だったんですけどもそこで見てすごい感動した記憶があって、まあ、あのこういった状況でこそはやっぱり皆さんと一緒に歌ったりあの盛り上がったりとかしないとやっぱ楽しめないというかこうやって今の状況だからやらせていただける舞台だと思うのであのぜひあの見に来るというよりはあのキャストの一人と思って。 ぜひ会場にお越ししいいただけると嬉しいですあのすごくこの台本の中でいい言葉があってロックのその目的えまあ本質みたいなものは完璧になるやることじゃないと。あのまあ音楽で言ったらその楽譜通りにきれいに歌えばいいってもんじゃないと。とにかく心を から叫ぼうぜみたいな、えー、セリフがあってすごくそれはあの我々、まあ、人間というかあのにも当てはまることだなと思ってだからまあちょっと声が枯れようがとにかく心から叫んで、えー、やっぱり完璧を求めがちなんですけど僕の性格上そうなんですけど今回はもうちょっともういいかなというか、うんはい、であと役柄的にはですね子どもたちと初対面する、えー、時には すで、えー、に二日酔いなんですねはいあちょっと僕もそのお酒のあれはちょっと解禁してみようかなとあのつまり解禁と言いますとあの結構いやいや舞台酒癖が悪いんです違う違う言うな酒癖がものすごく悪いんで演出家言うないやもうほんと流れてるんですよこれいやもういちょっとこ<れ>言わなきゃよかった <laughs> いやもうすいませんあの今のなしにします真面目にやります <laughs> はい 完璧を求めて頑張りますちょっと考えてみたんですけどメリー・ポピンズの場合は子どもたちを個人的にその子たちの人格とかアイデンティティとか全てにおいてあの1対1で対応してるんですけどロザリーはあの集団の子どもの集団を相手にしてるっていうなので個性を見てないんですよね彼女はやっぱりあの学校の向上なのでいかに学校を運営していくかしかやっぱ頭になくてっていうのは多分自分もそういう。 個性として見られてなかったっていう過去があるんじゃないかなっていう。だけど、一番人間っぽくて、一番変化していくキャラクターだなーっていう風うに思ってます。だから、うん、メリーポピン、ちょっと真逆っていう感じはすごくしているので、そこの部分を自分なりに、不器用なりに一生懸命作り上げられたらなって、今思ってます。 僕もその20年の公演の時からあのすごく楽しみにしていてなのでこうやって実現したことはすごく嬉しいなと思いますし、えー、キャストの皆さんとお会いして稽古も始まってますますあの自分の中での期待感も高まってで今演奏もありましたけども子どもたちが本当にロックで、えー、見ているだけで元気もらえるなっていうのがもうまさにそのまま皆さんにも伝わる公演になると思うんですけども、まあ、あの僕は声優という。 まあ職業をやってる上でこのミュージカルに参加させてていいただいてで原作映画もともと好きだったんですけれどもあのまあ今回ミュージカル公演にあたってもう一度見直してやっぱりその原音の,あの向こうの俳優さんのお芝居の面白さ音の面白さもありつつ吹き替えならではの魅力っていうのもやっぱりあるなっていうのを感じたのでま声優としてはその 音で楽しませるう声と喋り方あそういった部分で、えー、ネットっていうキャラクターを盛り上げられればなっていうのもありますし、まあ、でもメンタルとしてはあの声優だからとか俳優だからっていうことじゃなくて、まあ、この作品のテーマであるそのロックっていう部分ネットにもその部分はあるキャラクターなので持っているキャラクターなので、えー、僕も全力で楽しみたいなと思っているところですね。あのネットはすすごいななな人間なんででけどもでもその彼なりりの,の葛藤だったりとか さまざまな感情とかがえーいっぱいありましてすごく人間らしい人物ではあるなと思うんですけどそれと同時にあのエンタメならではの,あのえコメディ要素もこう交えつつなんかあのお客様に愛していただけるようなえ人物をえ描いていけたらいいなと思っております。はい そうですねあの歌のお姉さん現役時代はあの3歳の子供たち限定だったのでまたあの、はい、<laughs> あの今回の子たちはもう、ね、あの大きい子たち大き,く大きいですけど <laughs>、はい、あの子たちなのでまたちょっと、ね、雰囲気が違うなと思っているんですけれどもでも本当にあの皆さん先ほど、ね、見ていただいたみたいに。あの 大人ぐらいみんな素晴らしい演奏と若さとパワーで子どもたちがすごい頑張っているのであのその子どもたちにも引っ張っていてもらってその上に波に乗って行かせていただいてであの生の演奏を毎回あの楽しんで私もあのパティは子どもたちと絡む場面がないんですけれども、はい、あの私も。あの

あのいい作品に。なるゴールが分かんなくなった。<laughs> 完全にゴールを許す。<laughs> はい、あのはい、みんなで力いっぱいあの。頑張めてまいりますので。いいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> 精一杯やってます。ありがとうございます。<laughs> すごい一番常識人なんじゃないかなって思います。えっと、留意に家賃を払えって言ったり。まあ <laughs> まあ。出る場面、出る場面で。 ハティは怒っているんですけどあの相手がドゥイだったりネットだったりとにかく怒ってるんですけどでもその怒ってる理由っていうのも多分一番共感していただけるんじゃないかなって思いますしあの自分勝手で怒っているわけじゃないので彼女のそういう強い意志だったりそれをちゃんと人に伝えるってところはとても魅力的な 人だなって思いますすそうですね、あのーまあ、どの作品にも言えることは多分ものすごくキャッチーで一回舞台を見たら劇場出る頃終演した頃には絶対何かしら覚えているぐらい口ずさめる鼻歌を歌えるぐらい、えー、キャッチーだなと思いますただやる方としてはですね、えー、男に関して言うとキーがもうバカ高いんですクソ高いんですそうですか。 本当に勘弁して欲しいぐらい <laughs> それくらいでもやっぱりエネルギーが必要だし、えー、そのキャラクターの心情を、まあ、結構なスケールでこう、えーあのー、音楽があるので、まあ、心して、えー、消費エネルギーもたくさんあるんですカロリーもたくさん消費するんですけれどもエネルギー出して歌わないと届かないのかなっていうふうには思います。 僕はまあ個人的にはずっとブラック校則に文句を言い続けていて2ブロックがダメなのかふざけるなとかリボンの幅がね2センチは OK だけど山沈水はダメであの茶色と黒はいいけど白はダメとかねもうこの国のブラック校則がいまだにずっと続いててなんとかそれをその作品の中でなんとかできないかなと思ってたらこんなにご機嫌に楽しくてその学校の真面目さとか意味のない規則を こんな名曲で楽しいキャッチーな曲でその笑い飛ばせるしぶっ飛ばす作品っていうのは初めて見た時に本当にクリエーターとしてやられたと思ったんですよこつまり本当になんか今日最初に歌ってくれた曲ですけど本当にもうあのデューイが学新しい学校を作ってで先生のペットになりたいのかお前たちっていうのを。 楽しく歌ってくれるっていうのがすごいなっていうのともう一つはそのネットの役がそうなんだけどやっぱりみんな夢を諦めて大学時代にバンドやってるとか演劇やってるとか会社とかみんなでも夢諦めてその就職していくんだけど、うん、デュイは才能がないのに夢を諦める時を過ぎても夢を見続けているそのなんかエネルギーを子供たちからもらって。あの 成長してていいくっていうデューイさえも成長する子供は成長するんですがもちろんデューイも成長するしネットもそれからもちろんパティもそれからローザリー校長も成長するっていうその構造がやっぱ本当によくできた作品だなっていう困ったなと思うぐらいこれだからもう名作にしないとしょうがないので頑張ります。<laughs> <laughs> 立ち向かえ、立ち向かえ、立ち向かえ。間違いなく面白い作品になりますので、ぜひ劇場でお会いできたら嬉しいと思っております。あの我々日々、えー、稽古に励んでおります。えー、まだまだやること、覚えることをたくさん。 たくさんあるし、えー、僕もそうだし、みんなもね、課題いっぱいあるよね、それを何とか、えー、一つ一つクリアして、えー、本番中もですね、きっと毎日、えー、課題が出て、えー、本当に大千集落まで、えー、一つ一つ階段を登っていけたらなと思いますので、暑い夏を我々と一緒に過ごしてもらえたら本当に幸いでございます。お楽しみに。まあ、今日… いててくれてる実は24人の子どもたちのほかにも実は2020年に公演予定だった、えー、24人の子どもたちもいてくれます、えー、その子たちの思いも一緒に我々は背負ってステージに立たせていただきたいというふうに思っておりますのでみんなもそのみんなの分の思いを乗せてステージからたくさんの元気を届けてくださいということでぜひ会場の方に遊びに来てください。よよろししくお願いいまますすありがとうござスクロー,ブロー ありがとうございました。